はいこんにちは歴史を聞き流して自然と記憶するえ今日は12回目日中戦争第二次世界大戦から太平洋戦争そして日本が敗れ戦後の改革民主化そして日本の独立というところまでをやっていきましょうこの「中学受験桜ラら,らチャンネルは」は私滝谷直樹の「 35年間の、えーまあ、塾業界で生きてきたいろんなノウハウをすべて公開するというチャンネルです、まあ、この動画だとよかったらチャンネル登録そして再生リストに飛んでみてくださいきっと皆さんがちょっと分かりたいなっていうのを理解に変えてくれる動画に出会えるかもしれませんじゃあ早速やってみましょう1936年ね 陸軍の将校が東京を占領します。これが二二六事件です。当時国会は機能がちょっと機能していませんでした。なんか野党がね、与党のどうでもいいことを重箱の隅続くような感じだったんだとまあ私は思ってるんですけど、えー、このねこの二二六事件、陸軍将校が東京を占領しても、これ市民たちはこの二二六事件を支持したね、えー、感じなんですよね。 で、えー、さらには北京の盧溝橋で日中両軍が戦闘し、このまま日中戦争になります。日本は中国広大な中国と戦い続けなければなりなくならなくなりました。とはいえ日本軍はよく訓練されて指揮系統もしっかりしていたので、首都南京を十二月に占領します。しかしアメリカの密かな支援を受けていた、えー、中国政府は粘り強くいやらしく日本と戦うんです。 1938年には国家総動員法ができますこれは全国民が全市民がですね戦争に協力するという法律です全面的にに戦争を続けるといいう、ね、状況になっていってたんですそして一方ヨーロッパでは1939年ドイツがポーランドの侵攻をきっかけにイギリスフランスが宣戦線布告をし第二次世界大戦が始まります 初めはドイツは快進撃を続け、えー、ソ連までソ連のね、えー、も,うもう少しでモスクワまでっていうところまで攻めていきました1940年には日本はドイツイタリアと三国軍事同盟を締結しお互いが協力をすることを誓い合いますその上で翌年1941年12月ハワイの真珠湾を日本軍は奇襲して太平洋戦争が始まります アメリカと日本が戦争を始めるんですはめは勢いよく言っていましたそして日本は、えー、長期に戦争する気は全くなかったんですアメリカにとにかく石油を売る手立てをちゃんと、えー、まあ、認めてもらいたいね。そういう有利な交渉をしたいというためにまあ太平洋戦争を始めたんですけれども アメリカは日本を徹底的に叩き潰す所存だったのですミッドウェー海戦で日本は壊滅的な打撃を受けさらには制空権日本の上空を自由に飛ぶ権利も奪ってしまいましたさらには東京大空襲で東京のね下町を 焼夷弾で燃やし尽くして大量の死者をもしくは大量の殺戮をしたのですその後沖縄に上陸し沖縄では地上戦が行われ3人に1人が戦死しました8月6日には広島に原爆を落とし14万人の人を一発で殺害する長崎では8月9日 4万人の人々を一発で殺害するそして1945年8月15日日本がポツダム宣言を受託して無条件降伏をする日本は敗れたのですアメリカに中国にイギリスにそしてソ連に 日本は無条件降伏後 GHQ 連合国軍の支配下に入り独立を剥奪されました。そして最高司令官マッカーサーの指令によっていわゆる民主化が始まったのです民主化は民主化という面と日本の徹底的な弱体化という面が2つあります一つ軍隊の解散軍隊は完全に解散してなくなってしまう そして戦争に関わった人間を東京裁判でリンチに祭り上げる多くの人を殺しますそして治安維持法の廃止社会主義の取り締まりに使っていた法律を廃止しました民主化満20歳以上の男,子すべ男女全てに選挙権を与えることになりました日本国憲法ね国民主権基本的人権の尊重 平和主義を基本原則とした日本国憲法が施行されました軍隊の武器を一手に作っていた三井三菱住友などの財閥が解体されましたそして地主の土地を国が安く買い上げ小作人に安く売り渡す農地改革が行われましたこれによって小作農が自作農に多く、えー、まあ変わっていったわけです労働者の権利も認められました 労働組合を結成する労働組合法労働者の労働条件をの基準を定めた労働基準法が制定されました教育も民主化されます教育基本法9年間の義務教育が、えー、まあ9年間義務教育になったこれらが日本の民主化ですしかし弱体化としての意味はあります日本を弱体化するんですアメリカは日本を恐れていました だから日本を弱体化すする必要があったんですそういったものも、えー、背後にあるんです。そして世界は社会主義を中心とするソ連ソ連ねそして資本主義のアメリカとの対立が深まっており1950年には朝鮮戦争が起こりソ連中国の支援を受けた朝鮮民主主義人民共和国とアメリカの支援を受けた大韓民国が戦争になりました。一時 ほぼ北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国が朝鮮半島を、えー、全部取っちゃうかっていうところまで行った時に日本は、えー、このままだと社会主義の勢力下に入る可能性があるそれを恐れたアメリカは、ねえー、警察予備隊を作らせますそしてさらに自衛隊が発足する日本は侵略はしない だけれども相手が侵略してきたらそれは自衛する自分の国民を守るために自衛のための軍隊を作りますさらには日本を独立させてアメリカの陣営に組み込むため1951年アメリカはサンフランシスコ平和条約これ日本は結ぶんですけど背後にアメリカが日本を自分の側に引きつけたいというのがありますサンフランシスコ平和条約でようやく独立します しかしそれと同時にアメリカ軍が日本軍にいる日米安全保障条約を結んでアメリカ軍が日本にそのままいてソ連の侵略を受けないようにするという条約も同時に結んだんですさあもう一周してみましょう1936年陸軍の将校が東京を占領しますこれが226事件です北京の盧溝橋で日中両軍が戦闘をするこれが日中戦争が開始される 12月には南京を占領しますけれども、アメリカの支援を受けた中国は粘り強く日本と戦います。1938年。 国家総動員法。全国民が戦争に協力するという法律ができました。ヨーロッパでは1939年、ドイツがポーランドに侵攻し、イギリス、フランスが宣戦布告して第二次世界大戦が始まる。翌年、日本は日独位三国軍事同盟を締結し、そのまた翌年、1941年12月には、ハワイの真珠湾を奇襲し、太平洋戦争が始まります。 日本は戦争を長期化する気はなかったけれどもアメリカ軍は日本人を日本を徹底的に痛みつける覚悟でしたミッドウェー海戦東京大空襲沖縄の地上戦広島の原爆長崎の原爆で日本を徹底的に痛めつけるんです1945年8月15日日本はポツナム宣言を受託しました無条件降伏したんですその後連合国軍総司令部 GHQ の支配下に置かれました 最高司令官はマッカーサーサです民主化と弱体化軍隊の解散東京裁判治安条の廃止満20歳以上の男女全てに選挙権を与え日本国憲法も施行しました三井三菱住友の財閥を解体し地主の土地を国が安く買い上げ古作人に安く売り渡す農地改革も行い古作農を自作農に変えました労働者の権利労働組合法労働基準法も制定しました 教教育育基本法9年間の義務教育も制定しましまた社会主義の国のソ連と資本主義国のアメリカとの対立が非常に深まる中で1950年朝鮮戦争が勃発し日本は警察予備隊隊をを作り自衛隊を発足しますさらに日本を社会資,本資本主義国アメリカの陣営地に入れるために独立を急いだアメリカはサンフランシスコ平和条約で1951年日本を独立させる。 それと同時にアメリカ軍が日本にいて、えー、アメリカが、えー、日本を守る。そしてソ連が日本に入ってこれないようにする。これは日米安全保障条約です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。